はい、皆さんおはようございます。今日はですね、音聞こえる？なんか小さいな。声聞こえますか？2018年4月の8日、17時16分です。よろしくお願いします。はい、わたつ、かいちゃんはんいらっしゃい。ともさんいらっしゃい。男官塾の調子はどうよ？男官塾、調子はどう？いや、もうトラブル続きで参ってますよ。チンコ出されるわ、ダンカンさんに噛みつくわ、ねえ、事務所に行くわ。トラブル続きですね。はい、いらっしゃい、ワドツ。ジェダイ捕まったらしいぞ。見たよ、鮫島さんの。なんか襲撃したんでしょ？しょうもないよな、ジェダイ。はい、お疲れ様です。はい、タモジいらっしゃい、ワドツ。でね、鮫島さんがヘッドショットしたのクソ笑ったんだけど。あれクソ面白くなかった？ なんかさ、隣の家にさ、おいおいとか言っててさ、お前が来いって言ったんだろうとか言って2分間ぐらい泳がせて最後パーンって打つんだよ。 あれ、俺何回もやれたから、うまいんだよ、あの人潜むの。ヘッドショットうまいの分かるでしょ？めちゃめちゃ潜むのうまくて、息殺すんだよ。あれ、サバゲーで何回もやれたから、いたの？とか思って。うまいんだよ、ヘッドショット。あれはね、サバゲーで、もうめちゃめちゃ高等技術なのね。要は息を潜めて、気配を消して。あれだから、ハンターハンターの絶でしょ。念能力、気配を消すっていう技だから。絶だよ、絶。でも、鮫島さんなんか知らないんだけど、目怪我してなかった。大丈夫なの？まあまあ、鮫島さん大丈夫そうだけど、なんか目ちょっと怪我してたから、殴り合いしたのかなと思って。え、何？どういう流れでジェダイが乗り込んだの？はい、お疲れっす。気がついてなかったよね。鮫島さん絶対物を立てないから。くっそ面白かったね。歯も折れたの？歯も折れたの？マジで言ってんの？え、鮫島さん歯折れたの？左目殴られて馬乗りにされてた。まあ、あのさ、体格差考えようよ。鮫島さん会ったことある人ならわかるけど、子供みたいな体型なんだよ。さすがにダメでしょう、それは。え、それ誰がやったの？馬乗りになったの？ジェダイさん？あのね、本当にガリガリだから。みんなが思ってるよりガリガリだからね。それはダメ。あ、ベンタロウさんいらっしゃい。ジェダイは自分より強いやつの前ではペコペコだからな。俺会ったことないんすよね。いや、それはダメだよ。ジェダイさんがやったの？ダメだよ、あのおっさん、本当に。はい、こんにちは。あー、楽しんでって。40キロぐらいっていうか、本当にそんな感じですよね。ガリッガリの、全然、子供みたいな体型ですよね。よくやるよな。包丁も持ってった。情けねえおっさんだな、本当に。情けねえおっさんだよ。弱い者いじめ大っ嫌いなんだよね、俺。まあ、サレジアさん弱くないけど。メンタルクッソ最強だけど。のんちゃん、俺のメガネしんない？黒縁の方もないんだよね。朝起きたら必ずメガネを探すっていうね。黒縁と、多分ね、上の方にあると思うんだよ。引っ掛けてんのがあれで、黒縁の方、え？いや、黒縁の方欲しいな。あれ？黒縁メガネどこだ？いやー、暴力はダメだよ。泣いてた？腹立つっていうか、ワンキル動画はくっそ面白いよね。なんでさ、何が原因でそうなったの？ていうか、ダメでしょ。鮫島さんをぶん殴っちゃ。鮫島さんも金梅さんぶん殴ってたけど、あれはノーダメージだから。まあ、それでも殴ったらダメだけど、あれ？メガネどこやったんだ、俺。メガネがないな。そっちない、のんちゃん。ないか。なんでメガネねえんだ？お風呂場かな？
ちょお風呂場探してくるわ。あれメガネこの辺ない。どこだろう。あれこれかな。あった。あった。はい、こんにちは。いや、侍さん、あれだよ、初見じゃないよ。俺何回も記憶あるよ。はい、お疲れっす、うん。荒野の件でしょ。鮫島荒野で花火上がるけど、ジェダイは荒野に話題触れても花火上がんないから、それが不愉快だった。あのね、もう荒野の件については触れてはやんなよっていう感じだね、もう。なんだろう、昨日で追悼会やったんだから、もういいんじゃねっていう感じはあるけど、うん、面白くないから警察来てるって何？は？何お前。おや、かわいいやつだったね。ワンキル動画は、あれは面白い。あれはめちゃくちゃ面白かった。俺も朝起きて一番に見て、くっそ笑った。痛いっつって。あんなの笑うよね。オーバーキルではない。あれはヘッドショットっていう技なの。要は、白兵戦で最もうまいとされてるやつなの。白兵戦で最もうまい技。あれは高等技術だよ。要は潜んで後ろから撃つっていう。無傷で絶対勝てる状況だから。ハンドガンでワンキルできちゃうんだ。さすがね、サバゲーやってるだけあるよね。めちゃめちゃうまい。ベレッタじゃなくて何だったかな、グレックか。グロックだ。ワド君顔出して、目見させてもらってます。ベンジョさんに挨拶。ああ、はい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 、ベンさんね。あ、うちリプ OK だから、覚えといて。うちの枠はリプ推奨枠だから、むしろガンガン使ってリプは。警察のネタ、ていうかね、もうなんかね、俺ね、ここ最近、俺本音言いたいことがあって、俺もう配信会ダメだと思う。分かってることなんだけど、これね、違うんだよ。みんなが言ってる配信会ダメっていうのじゃなくて、俺ね、これね、もうまだ5年経っ、まだ 5周年じゃないんだけど、3日後に5周年経つんだけど、これなんかアレルギー起こさないで聞いてほしいんだけど、俺ね、最近俯瞰をしてみてて、俺この人たちと同じ考えしてたらダメだって思い始めた最近。これはその配信者リスペクトがないとかそういうことじゃないの。配信は大好きなの、配信者も大好きなの。だけど配信界全体を見回した時に、この産業は先がないっていう風に思い始めて、こいつらと同じ目線で物事を考えてたら絶対に淘汰されるっていう風に思ってる。だから、その中でも数人それが分かってる人間っているの。あ、このままだと配信会まずいって言って別の動きをしてる人間がいるので、俺それを感じたのが水にやんだった、昨日。あと便所太郎さん、香川さん、便所太郎さん、香川さん、光くん、水にやんとか、その辺は気づいてるの。通過点にしたりとか、それを足がかりに次のステップアップ考えないとまずいっていう。本当にっていうかね、構造上これはしょうがないのよ。無秩序になっちゃったりとか、金のためとか閲覧のために何かをやるっていう構造、昔から変わってないの。いや、これは産業の話なの。だからもっと俯瞰、要は、人としてやっていい、やっちゃダメっていう話じゃないの。そんなのは当たり前だから。アイテムありがとう、ワド2。チビリオンさん、ありがとうございます。このお金は、
映画代にさせていただきます。1円ゲット !1 円ゲット。ありがとうございます。うん、はい、わたつ。正しい方向に導くっていうか、それは無理。産業とか、そのでっかいものを変える力は俺にないから。俺はね、ひっそりと抜けていくっていうか、シフト、比重を変えていかないとダメだなと思ってるね。本当の話をすると。このままだと、この世界にどっぷりいたら、いずれ淘汰されるっていうか。てかね、多分ね、これ以上産業でかくならない。配信会は。で、ミズニアンともちょっと話したの。あの子頭いいから。この先の配信会どうなると思うっつったら、全く同じ見解だった。全く同じ見解。多分17とか、LINE ライブとか、YouTube ライブに全部食われますって言ってた。俺は正しいと思ってる。今日のワードいいな。好きなワードありがとう。いやね、なんていうのかな。この世界すごい好きなんだけど、要はね、本当にやってるやつと、先見据えてるやつと、あと半端なやつの3人がある。ああ、なるほどね。了解、言えよ。それはもう、みんな分かってることだから。ふわっちは、まだいい。伸びてる産業だから。ただね、俺、ここ最近のふわっちの運営さんの動き見てるんだけど、ちょっと油断してる気がする。要は伸びた、ここまで来たのはすごいことなんだよ。本当に功績なの。配信サイトで、たった2年でここまで有名なサイト作って、ニュースとかでもふわっちっていう風に言われてるわけじゃん。もうふわっちって名前定着したんだよ。で、大手さんもいっぱいいる。閲覧もリスナーも獲得した。だけど、この先を超えられたサイトがないの。要は伸びてはいるけど、伸びが緩やかになっていくの。で、衰退していくの。だからあと3年だと思う。ここで何かをやらないと。ここででかい何かをやらないと無理だと思う。あ、初コメありがとうございます。もしよかったらね、 Twitter と YouTube とふわっちの3点フォローよろしくお願いします。アイテムありがとう。アサリンさん、4円ゲット、ありがとう。映画のカメラ代にさせていただきます。もしね、機材代に使ってほしくなくて、生活費とか好きに使ってっていう人は、そう書いてください。アイテム投げるとき。YouTube は安泰どころじゃないよ。YouTube ライブやってるんだけど、YouTube ライブとか見たことある？みーこさん。これ昨日の結果なんだけど、昨日こんな感じ、YouTube は。放送やったんだけど、こんな感じかな。映画プロジェクトスポンサー募集ってタイトルなんだけど、ちょっと待ってね。まあ、トータル閲覧が633。まあ、少ないよね。で、新規登録4。これはね、結構いい数字だと思う。で、同時接続っていうのは、今209人。同時、最大に同時見た数が49。で、時間4時間ぐらいやった。で、平均再生数とかも出るの。要は、この633人が、平均どれくらい見たか。で、あと、お金、スーパーチャットの合計って言って、いくら稼いだのかも全部出る。要はお金、あなたはいくら稼ぎましたよっていう。ここ削れちゃってるけど、確かこれ5000円ぐらいいってると思うよ。っていう風に、機能がすごく細かいし、リスナーさんの年齢層とか全部出る。要はあなたのターゲット層はここですよとか。アイテムありがとう。アイテムありがとう。配信者が配信を潰してるっていうかね、結局なんていうのかな、1円ゲット、なんていうのかな、要は自分の日銭を稼ぐ方にやっぱシフトを置いちゃうっていうか、数字が取れる、お金を稼げるっていう風に勘違いしてる人がいるので、リスナーさんが最近それうんざりしてきて、アイテム投げなくなってきたね。昔は閲覧集まってて悪ノリでアイテム投げてたんだけど、最近リスナーさんが成長してる。ふわっちは取り分7割スーパーチャットは取り分7ですね。ワドさんおしゃれだよね。どうなんだろうね。好きな服着てるっていうか、これあれだよ、オリジナル T シャツだよ。俺のブランドだよ、これ。もしよかったら買って、ワドって。これ俺のデザイン。前面はノリコって言って、彼女の美大行ってたノリコのデザインだけど。
いいね100ありがとう。いや、配信者集めて議論しても無駄。構造上そうなってるから。だし、言うこと聞かない。無駄無駄。仕組みの問題なの、これは。仕組みと構造の問題なの。だから、男官塾とかやって、その、新しいリスナーさんをゲットする流れっていうのを作りたかったんだけど、結局、じゃあ、ドレさんの件も、便所太郎さんの件も、結局自分がいい思いする方に、要は、運営さんに噛みついたわけじゃん。ああいう構造になっちゃうから、だからもう無理だっていうのは感じてる。自分だけ、自分は変えることができるけど、世界を変えようとか産業を変えようとかダメ。だからね、いやリスナーさんが賢くなってんだよ。要はバカな配信者に金投げても無駄だっていう。だったらそのちゃんとコンテンツやってくれる人とか、ちゃんと意義のあることをやる人にアイテム投げようっていう風に賢くなってんの。いや、一回飽きたんだよ。あ、こいつらにアイテム与えても何にもなんねえなっていう。だから俺は、なんて言うんだろう。自分の信じる道をゆっくり模索しながらやってこうっていうふうには思ってるけどね。難しいよ、そこは。せっかくね、だんだん良くなってきてるのに、稼げるようになったりとか、やっとね、これを本業で食っていける人とかがどんどん出てきたから良かったのに、もったいないよな。で、やっぱりさ、とはいえだよ、悪いと分かってても見ちゃうじゃん、俺ら。そこはさ、人間の差がなんだよ。じゃあさ、俺がさ、こういう悪い配信見るのやめようぜって言っても見るでしょ、みんな。俺も見るもん。でしょ?だからつまり、要は注意しても無駄だよって、システムの問題なんだよっていうのはここなんだよ。いや、テレビに勝てないっていう話じゃない。これはね、よく比較されることなんだけど、配信者とタレント個人の問題で計算するのはまだわかるの。要は特定の誰かと石川紀之を比較しようっていうんだったらわかるけど、テレビと比較するべきはインターネットのコンテンツなの。わかる?で、インターネットのコンテンツの中で配信ってメインストリームではないの。今動画なの。だからインターネットバーサステレビだったらインターネットの方が今勝ってるの。でも配信とか、そのテレビと動画コンテンツとか生放送コンテンツって言った時、まだテレビの方が強いと思う。やじ馬的に見ちゃうよね、やっぱりね。しげぞうさんいらっしゃい。個人的にはフワッチはアイテムが全てじゃないとか言うけど、アイテムがある以上欲しがってる顔が嫌だからもう投げたいと思わない。まあそうだよね。まあそれが本音だと思うよ。まあ俺らはね、それでもアイテムもらわないと食っていけない身分だから、そこは頑張るしかないっていうかね。しずくさんにさ、まあワドにだったらやるかっていう風に可愛がられたいなとは思ってるけど、俺もそれはね、あると思うよ。まあ、正直俺の中にもあるもん。だって食えないっていうのは死活問題だから。まあだけど、今しめてはいるよ。毎回枠を開くときに、お金じゃなくて楽しむぞ、楽しませるぞ。その次にチップもらうぞって感じかな。まず楽しむこと、楽しませること。で、その上でプラスアルファ食ってくっていう課題の順番を履き違えないように、もう徹底的に今しめてるね。それはね、ダメ。それは配信者が煽るからでしょ。色恋営業かけるからでしょ。それはダメ。もうそれは詐欺だよ、はっきり言って。絶対ダメ。アベマ面白いよね。アベマコンテンツの中身どんどん良くなってるから、オリジナルコンテンツも面白いし、俺はね、ふわっちは続けたいと思ってる。ただフワッチが本当にダメになった時だね、やめる時は。今の運営さんの体制だったらやっていくとは思うけど、そうだよね。目が肥えてきたんだよ、リスナーさんのノリで投げなくなった。マンスリーランキングと閲覧の関連性なんて全くないからね、今。
全くない。俺だってトップ3段とか2段とかには必ずいるけど、150以内に入ってないもん、マンスリー。全然食えないよ。だってこのわけのわかんない、まっちゃんっていう人に負けてんだよ、俺。まっちゃんって聞いたことある？鮫島さんがさ、だって149位だよ。で、まっちゃんって誰って話でしょ。まっちゃんって誰よ。俺この人に負けてるんだよ、収入。これが現実だよね。鮫島さんが149位だよ。ご隠居さん以下なんだよ。これが現実だよ。これが現実。いや、まっちゃんが気になるよね。まっちゃん誰やねんって話でしょ。そう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 。要は花火さんに好かれたもん勝ちゲームみたいになってるから、要は、ふわっちの中ではリスナーさんが配信者をコントロールできるのよ。そいつをスーパースターに変えるのか、それともただのゴミの配信者に変えるのかっていうコントロールできる裁量はリスナーさんが持ってるから、まあ、そこが面白いんだよね。知名度は圧倒的だろうけど関係ない。俺今月本当にやばいよ。だって見てみようか、日報。収入いくよ。引くよ、みんな。俺の収入言おうか。初見さんいらっしゃい。初見じゃないよ、金本さん。俺の収入公開しようか。アイテムありがとう。1日が3000円、2日が7000円、3日が178円。で、4日が2万2000円。ここ良かったね。4日はすげえ投げてもらったのね。3000円、7000円、170円、66円、1500円だよ。本当にやばいでしょ。俺が焦るの分かるでしょ。やばいでしょ。3000円、7000円、170円、2万2000円、66円、1500円。もうマジでね、結構ね、あ、本当に終わったなと思ってるもん。本当に終わったなと思ってる。は、鮫島さんだって実力あるもん。あー、プロタンすごいね。あの、筋肉のね。もともと女装やってたんだけどね。俺サイコパスだから。ハク君、俺もサイコパスだから。なぜっていうか、あのね、うん、じゃあなんで障害者が多いのかっていう説明をすると、例えばね、これ何順か教えてあげる。これふわっちのこれトップページなんだけど、閲覧順に並んでるでしょ。これゴミクズランキングだから、ゴミ1番、ゴミ2番、ゴミ3番、ゴミ4番、誰が5番じゃんこの野郎、ゴミ5番。これゴミの順番なの。要は障害者とか気違いの方が閲覧伸びるっていう順番。だから下の方行ってごらんよ。まともな子ばっかりじゃん、ほら。まともそうでしょ？ほら。下に行けば行くほどまともになってくの。要は、なんでサイコパスが多い、障害者が多いんですかじゃないの。みんなが気違いを求めてるからこうなっちゃってんの。で、今いる中では5番。まあ、鮫島さんが一番気違いってことだったんだけど、さっきは。いや、そうでしょ？納得できるでしょ？あ、気違い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 だよ。この辺の上の2段、3段はもう気違いですよ。沼顔でしょ？沼顔。うん。はいはい。了解。でしょ？つまり、普通のものを見たいわけじゃないのよ。動物園の動物なの。そんなさ、だって飼ってるさ、なんか三毛猫とか見てもしょうがないでしょ？動物園行って。うん。一番大きなゴミは警察事情聴取中。あいつ閲覧持ってないじゃん。そうそうそう。そういう風に思ったらいいよ。要は見る側は変なものを見たいの。だから、なんで、だから、今さ、220人いるんだよ。下の方にいる人まともなことばっかり言ってるよ。普通のことばっかり言ってるよ。みんな面白いもんみたい。だって、みんながさ、なんでこんなに多いのって言っても、ここ上の2段ぐらいだよ。2段、3段ぐらいの話でしょ。この辺の話じゃん。みんなが言ってる、気違いばっかりって。でも、200人いる中の、これって何？10何人だよ。20分の1ぐらいだよ。そう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 。だから、冷静に見ないとダメだよ、そこは。俺は5番目のゴミだよ。そう、まともは面白くない。まさにそう。まともな人間は面白くない。そうだね、なんか、どうなんだろうね。アイテムね。食えるか食えないか問題。まあ食えなくても続けたいなとは俺は思ってるけどね。
なんか俺は好きだから配信がどっぷり。どっぷりやってこうと思う。この世界でやっていきたいんだよね。でもこの世界がまずいっていうことを多分すげえ考えてる人だと思う。両方ともあんの。好きだからやりたいっていう感情的な気持ちと、構造的にも絶対無理だっていう、その論理的に考えたらこんなのどっぷりやるもんじゃないっていう複雑な気持ちだよ。そうそう、まともな配信見たけやテレビ見るって話だ。あ、ありがとう。まあでも俺もなかなかのゴミだと思うよ。働いてないでさ、リスナーさんから食わせてもらってる身分なんだから。あー、なるほど、なるほど。まあそれはそれぞれの考え方でいいんじゃん。グッズでの支援もあるし、アイテムもあるし、直振りもあるし、イベントに参加するのも支援だと思ってて。まあ、捨て頃見に行ったりするのも間接的にギャラもらってるわけだから。だからいろんなやり方があればいいんじゃん。例えば物資送る人もいるよ。要は、俺は、お金とかアイテムはやんないけど、お米送ってやるよとか、俺農家だからとか。いろんな形で、大体さ、コメントもそうだし、見ることも応援だと思いません？一番大事な時間使ってるわけだから。まあ、俺はお客様扱いするつもりはないけど、なんか対等でいたいから。フラットになんか物事話せる中で言いたいから、それでいいと思うよ。まず見てもらうことが支援でしょ。配信者はスタートラインが。見てもらえなくなったら終わりなんだもん。そんなん誰もいない部屋でつぶやいてんのと一緒なんだから。でもまあ、俺はね、どんなにつまらなくても自分の企画を大事にやってたりとか、なかなか評価はされないけど、地道に雑談やってるやつの方がまだ評価に値すると思ってる。はい、ワードツー。ああ、まあそれは間違いないと思うよ。配信もっていうよりもネットもどんどん規制化されていくのは間違いないことだと思うよ。実際されてるからね。閲覧ゼロはもう、まあみんな閲覧ゼロからスタートするんだけど、まあしょうがないよね。話にならないって言ってもそこで自分を変えていかないといけないからね。面白くないやつ集めても面白くないだけ。だったら見なきゃいいんじゃないの？なんで面白くないものを見るのかわかんない。俺はつまらないと思ったもの見ないから。それはさ、ほら、リスナーさん一人一人が決めるもんだから。風船ありがとう。アイテムありがとう。自分たちで決めればいいと思うよ。どうするかは。つまらないと思ったら見なきゃいいし、面白いと思ったものには見ればいいし。それでいいんじゃない？俺はそう思うけど。一周回って見ちゃう？まあ見てもらったら嬉しいけど。でもさ、面白いってさ、例えば「クレヨンしんちゃん」面白いって言ってるやつと、「情熱大陸」面白いって言ってるやつと、いろんな面白さってあるじゃん。例えばさ、ルーブル美術館が面白いと思ってるのと、「エヴァンゲリオン」が面白いと思ってるのって客層が違うじゃん。だから別に、なんだろう、自分が面白いと思ったらルーブル行きゃいいし、「クレヨンしんちゃん」見りゃいいし、「ポンキッキー」見りゃいいし、「ニュースゼロ」見ればいいしって自分で選べばいいんじゃないの。ああ、いいね、ありがとう。ナオトミありがとう。なんかそういうもんだと思ってるけどな、俺は。だから面白いってなんか決まったものじゃないから、決まったものじゃないから。アイテムありがとう、56円ゲッツ。だから自分が好きなコンテンツを見ていくっていうのは普通なことだと思うよ。違うのかな。はい、こんにちは。ふわっちの客層、意外と年齢層高めだけど、最近低くなってきたかなっていう感じだかな。年齢は高いね。いや、まあまあ、見てもらって嬉しいけど、つまらないんなら見なきゃいいんじゃないっていう提案ね。
少なくとも俺は弾丸塾面白いと思ってるから。なんか他の配信者がやってるボロボロの企画より弾丸塾の方がよっぽど練り込まれてると思ってるからね俺は。初見さんいらっしゃい、Twitter と YouTube とふわっち面白かったらフォローしてください。つまらないという意見も取り入れればいいのに。取り入れないよ、俺が面白いと思ってるもんやってんだもんつまらない なんだったら自分で企画やれよって話だから。つまんないんだったら ありがとう田中さん。つまらないんだったら見なきゃいいじゃん。で俺はこっち側は面白いもんやってんだからなんでつまらないと思ってる反対側の意見取り入れないといけないんだよ。客にするよるよ笑いなんてクソ面白くねえわ。こっちが面白いと思うもん堂々とやるよ全然取り入れる気ないよ。で本当に優秀だったらスタッフに引き抜くから自分でやりな。数合わせありがとう。つまんないならねえ見るなよって話だよね、うん、いやだから見なきゃいいじゃんつまんないんだったら。いや問題あるでしょあんなの。アイテムありがとう59円ゲット、うん、全然問題あるよ、うん、いやだからつまんないんなら見なきゃいいでしょっつってんの、つま、太郎ちゃんにはまらなかったのは分かったから、うん、面白いもの見な。そうそうそうブラウザバックでいいのよ。別につまらないものに時間割く必要なんてないんだから。好きなものを見たらいいよ、うん、だって無限にコンテンツあるんだから。無限は言い過ぎかもしれないけど、あの楽しいものいっぱいあるでしょ。萌えアニメとか見てればいいんだよただ単に。あーこれ面白いな好きだなっていうの見な。昨日キャスバー行ってきましたね。ちょっともう荒野のこと弔うのは最後だなと思ってタイミング的にもう配信つけないでひっそりと行きましたね。普段酒飲まないんだけど、いろんな面々集まってたよ。満卓だったね。そうそう要は好きなもん見てやれ勝手に見りゃいいって。好きなもん勝手に作る側は作れやいいって。うん。電話番号つか俺 LINE 公開してるよ。意見がある人は全然かけてくれば。支援はね、アイテムと直振りと、グッズと、あとなんだろう。まあそんな感じかな。今回あの映画作るための、支援集めてるんだけど、もし直振りがいい人は連絡ください。DM か LINE ください。できれば LINE の方がいいですね。すぐわかるんで。LINE はふわっちのプロフィールページに書いてあります。あれだよ、自分の電話番号を書くと番になるよ。うん。ミュウツーと話しててびっくりしました本当だよね赤さんね。いや恋愛もの作ろうかなと思ってるけど、俺荒野と絡みあるどころじゃないよ。荒野が一番最初にあの配信者にリアとした相手は俺だから、うん、荒野がデビューしたての頃ね、うん、俺にリアとしたことから始まってんだよ。監督だね。そうそう露箱さんのやつ笑った、うん、どこにある？プロフィールページにあるよ、うん、俺のプロフィール欄にあるけど、プロフィール欄に Facebook は書いてないかな。まあ Facebook、Instagram、Twitter、LINE 全部書いてあるでしょ。 YouTube このプロフィールページ見ればいいよ。
いや、恋愛に対してちょっと物申したい部分があるんだよね。はい、お邪魔します。はいはい、いらっしゃい。お疲れ。はい、風船10個ありがとう、コントさん。ありがとう。はい、お疲れ。アイテムありがとね。63円ゲット。ゲット。サメちゃん普通にマウント取られてて笑いました。あ、それ見てないんだよね。それ動画になってんのかな？っていうか、暴力はダメでしょ。何？ジェダイさんがマウント取ってたの？だって40キロぐらいだよ。もう本当に子供みたいな体型なんだよ。ダメだよ。だったら捨て頃とかに出てさ、強いやつでやれよ。そんな喧嘩自慢したいんなら。クソ出せ。そう思わない？だったら捨て頃出て俺強えってやれよ。うん。あー、かわいそう。なるほどね。ジェンガさん了解。うん、まあ今は撮りたいもんあるから、うん、今は撮りたいものがあるから。暴力はダメだよ。しかもいい年したおっさんだよ。ダメでしょ。いや、かっこ悪いよ本当に。いや、マジでかっこ悪いと思うよ。っていうかね、殴ったらダメなんでね、もう幼稚園生でも知ってるよ。絶対ダメなんだよ。子供だよね。子供だよね。あ、四つ目にもう上がってるんで、ありがとう。教えてくれて。いやいや、もうダッサい。とにかくダッサい。ダサすぎ。俺はだってあれだもん、配信の中でも独特でさ、結構年齢層高いし、子供みたいなことあんまりやんないから、普通に純粋にトーク楽しんでくれる人が多いの。だからなんか小さい居酒屋のなんかカウンターバーのマスターみたいな感じでさ、もうしっとりとやってるよ。もともと喋りで食ってきたかったの。なんか人をぶん殴るのが面白いと思ってないから。だからそういうトラブル的なのとか。うん、もしもし。もしもし。もしもし。お名前どうぞ。あ、すいません。放送の音切ってもらえますか？トツかけるときは。音が回るんで、放送の音切ってもらえますか？放送しません。違くて、僕の放送の音が流れてると、音が回るんですね。もしもし。もしもし。もしもし。僕？はい？もしもし。何ですか？聞こえねえよ。もしもし。お名前どうぞ。あ、佐藤です。佐藤さん、はい。どういったご用件で？さっき言った、あ、配信課がちょっとおかしいかなと思って今。はあはあはあ。はい？はい？何ですか？だから僕は佐藤です。いや、あなたが、いや、だから、放送の音を、出さないでもらってもいいですか？音が回っちゃうんですよ。放送を見るのやめてもらっていいですか？放送を見るのやめてもらっていいですか？基本なんで電話かけるときは放送の音を切るのが。
音が聞こえなくなってしまうんですね。もしもし？もしもし。何なんだよもう。わけわかんねえよな。わけわかんねえよ。酔っ払いかなんかでしょ。いやわかんない、いやもう素人でしょ素人。箔がつくとか言ってたんだ、バカだな本当に。子供だよな、本当に子供だよね。マナーがまるでなってないよ。前科者は48人じゃ収まらないね。前科者が多すぎる。48人以上いるから選抜が大変だよ。もともとだから何も持ってないやつがやってんだもん。まあでも自分が前科者になるとは思わなかったけどね。なんだかんだ俺も前科3班だからな。しょうもないよね。もうやだわ、豚箱にぶち込まれたくないわ。中に入ってる人、おい、リーダーの話はやめとけ。吉行メンバーの話はやめろ。和道さん外に出てコンドーム頭からかぶって配信してもらいたい。ダメだよ、コンドームマンは俺じゃないから。あれスーパーヒーローだから。俺の友達だから。あれね、意外とでも注意されないんだよね。だから尖り切ったことをやると注意されない。コンドームマンなぜか怒られない。止められたこと一回もない。でも5分ぐらいで割れちゃうからね、コンドームね。コンドームマンスーパーヒーローだもん。みんな大好きコンドームマン。はい、もしもし。もしもし。はい、何でしょうか。お名前どうぞ。なんかすごい声が聞こえますよ。お名前、お名前どうぞ。あ、佐藤圭です。佐藤圭さん、はい。どうなさいました。佐藤です。はい、佐藤圭さん、あの放送見てますよね、今。僕の放送見てますよね。なんで本名を名乗るんだよ。知らねえかんな。なんで本名を名乗るんだよ。佐藤圭ですってバッチリ。もうそっからど素人なのがわかるな。勉強してから来てくれよ。いやさすがに本名はパンチ効きすぎでしょ。もしもし。あ、すいません申し訳ないです。うん、あの今放送見てますよね僕の。いや今は見てません全部。うん、あの電話をかけるときは放送の音を切るか、はい、もしくは放送を見ないのがマナーなんですね。覚えておいてください。ああすいません。はい、はい、でご用件、お名前どうぞ。もしもし、はい、お名前、はい、お名前どうぞ。佐藤です。佐藤さん、はい、佐藤さんどうされたんですか今日は。いや今の配信会ってちょっとおかしいかなと思って、さっきもちょっと米入れたんですよね。はい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 。もしもし。はい、
もしもし。もしもし？なんですか？聞こえてますよ。だから、その返事は？いや、知らないですよ。あなたが配信会おかしいと思ってるんですよね。知らないですよ。返事もクソもないですよ。言いたいこと言ってくださいよ。だって配信しますよね、今ね、今はも。い？僕は配信者なんで配信やってますよ。なんすか？今配信やってないですか？やっ僕てます今、よ。ちょっ仕と。事なんだよ。やってるよ。いいじゃないですか。僕もハンディ上げてますよ。僕は覚えてい？ます？覚えてないです。僕、はい？覚えてないですよね。僕のことは覚えてないですか？覚えてないですよ。何人いると思ってるんですか、リスナーさでもまあ、2つかん。じ3ゃあつしね、かあ上げなていたないです。学校さ、何人いました？全校生徒。全人口校。制度1000何人いましたよ。ですよね、僕、フォロワーさん4000人以上いるんですよ。全員の名前覚えてます？全校生徒の。全この校西生徒成の全部の名前覚えてます？顔と。あなたは大きな声出せばいいと思うんじゃないんだ違よ。う、聞こえないの？あなたの電波が悪くて。あなたの電波悪いんじゃないの？僕電波いいっすよ。あ言っのてまね、すよ。放送やってて電波悪いわけないでしょ？電波悪いとこ悪いよ。放い送や、でだからも。家の中の Wi-Fi でやっててみんな通話できんの？電波悪いのはあなたなの？じゃあ、あなたの名前なんていうの？したら。僕は和和道道でさん。名乗ってますけど。千葉県の和道なってんの？したら。千葉県じゃないです。新宿です、僕。僕、本当にリスナー、本当にさ、俺好きだったんですよ、和田さんを。知らないです、そんなの。なぜ知らないっていうの？知らないで僕、しリょ。スあなナー、たが好きかどうかなんか知らないよ。リスナーは電話したらダメなの？したら。電話してダメなんて言ってないですよ、僕。めちゃめちゃ俺のことをディスってんじゃねえディかよ。スってないでしょうが。絶対おかしい。して、リングはどうすんの？俺、は？僕、買おうかなと思って。リング？リング、なんだっけ。はい？めっちゃやったじゃないか。金梅さんになんか、裏切られた。あは？れでネタだ。全部ネタなの、あれ。電部？リングの中やってんじゃねえかよ。何？リングと電部？何なの？電部って何？何？お尻って。いや、リング。何？リングって。捨て頃？不手頃の前にやってたじゃないか、リングって。何？リングって。誰かに、なんか、現場さんになんか、結婚指輪を買わせるってことえ、か言ってん金じゃ梅ないさんと僕の話はあなたに関係あります？か。いや、だからあれ、リングどうだったね、あれ。だからあなたに関係あります？俺もリスナー、あれ見てたの？俺もい買や、おうリかなスと思っナーて。かどうかなんか知らないさ。あなたが勝手に見てるんだ何から。見てんだよ、これは、お前。は？お前、昨日、マー君と何合いしたの、あれ。は？何？リングの話じゃなくてマー君の話ですか？今度。暑いから、マー君と慣れ合いしたの、お前。何ですか？ご用件は。ワード。なお兄さんに負けて。俺は勝つわ、勝つわと思って。みんなリスナーから金もらって。結局負けてんじゃねえかよ、お負けましたよ。前。みんな土下座したか、お前。なんでお前に土下座すんだよ。バカだろ。するわけねえだろ。バカ野郎、俺も花火あげてんだ、これ、あげえ、こら。知らねえよ、そんなもん。お前が勝手にあげたんだろ。返せよ、こら。お前、え、今お言っ前、とかない花と。火あげたもん返せとか言うの？俺、借りてないけど。いや、あげたんだ、だから、だなかんら、か借り黙っててないなけと。ど。お前から花火なんか借りてないけど。え、今何？言うのおか返せしいじっゃて、ねえか、ダッお前。サお前。ダッサお前。人にあげたもん返せとか言うの？ダッサ。二度とくいらねえわ。てめえの花火なんか二度といらねえわ。バーカ。ちょっと待ってね。てめえの花火なんか二度といらねえわ。バーカ。ちょっと待ってね。クソだろ、お前。お前何？貸してるつもりなの？お前貸してるつもりなの？人に。お前人に返せって貸したの？ねいいからいいから、ちょっと待ってよ、これ。え。待てよってお前が言い出したんだろ？詐欺師、ちょっと待ってよ。は、何詐欺師って。お前、わぞ。いや、和道だよ。おかしくないお前。おかしく今、な言いいって返した。何？おかしくない？日本語で喋っ俺て。さ、おかしくちょっない？と待って。ちょっと待ってよ。おかしくな俺いよ。もさ、ちょっと待ってって。ちょっと待てって言われても。待ってるけど。ちょっと、俺見てんだよね。生放送もね。だからだって何なんだ YouTube もよ。YouTube 見てんの。電部とリングがわかんねえんだよ。
おかしくないし。なんだよ。よけんよ。え？ええじゃねえよ。お前俺に電話してこいっすよ。090。お前に電話なんかしねえよ、バカ。要件なんかねえんだよ。おめえは、放送やってんの？やってるだろうがよ。おめえリスナーだって言ったんだろ。知ってるだろうがよ。それなんだけど、なんだお前、よれてんのか？何？よれてんのか？よれてんのか？お前誰よ、ほんと。だから、ワドだっつってんだろ。090。3778653にかけてこう。知らねえよ。俺電話番号持ってねえから、お前に用件なんかねえから、バーカ。電話番号持ってねえじゃん、俺ら。バーカ。お前に用件なんかねえんだよ。いや、お前ってこういう感じなの？は？あのさ、何言ってっかわかんないけど、用件ないなら切ってもらえる？いや、用件ある。忙しいんだよ、俺。忙しいんだよ。要件ないなら切ってもらってもいい？嘘ばっかりだべ、お前。なんだよ、嘘って。誰だよ、お前、そもそも。誰だ、俺、佐藤だ、するべや、この野郎。佐藤、何？佐藤、おめえ、いさ、おめえが名乗れ、これ。和道だっつってんだろ。お前は誰だ？和道な。お前は誰なんだ？どこに住んでる？彼だった、お前。お前、詰めるな、お前。何詰めるって。どう詰めるの？どう詰めるの？どう詰めるの？こら、俺本名言ってやろうか。佐藤圭ってんだ。佐藤圭さん、俺のことどう詰めんの？どう詰めるの？お前、千葉県？だから千葉じゃねえっつってんだろ。お前どこだよ。お前どこだよ。ねえよ、お前どこだよ。俺は仙台にいるから。何？仙台ねえよ。宮城県の角田市に行くから来いこら。宮城県の角田市の佐藤圭さん？何？俺のこと詰めるって何すんの？こっち来い、こら、お前。行かねえよ、バカ。なんで俺が行くんだよ。なんで俺が行くんだよ。お前と違って俺忙しいんだよ。なあ。忙しくねえよ。忙しいんだよ。お前のために時間割くわけねえじゃん、バカだろ、お前。お前と絡んでも一銭の得にもなんねえわ。もしもし？お前と絡んでも一銭の得にもなんねえよ。絡まねえよ、バカ。もしもし？絡まねえよ、バカ。もしもし？絡まねえよ、バカ。バカ言うな、この野郎。バカじゃんだって。何言ってか分かんないもん、全然。俺もお前のこと言ってること分かんねえわ。分かんねえなら切れよ。おめえが切れかな。何俺が切るの。分かった、切るわ。バイバーイ。もちゃか。もちゃかちゃっつって。何なんだよ、こいつ、本当に。何なんだよ、マジで。わけわかんねえよ。なんで俺が宮城に行かねえといけねえんだよな。全然意味わかんないでしょ。しつこい。いやもうこんなんさ、夜中とかにかかってきたら俺のイライラもわかるだろう。今何してんの？和道。誰？みたいな。わかる？もう気違いばっかりだから。あの配信者も大概気違いだけど、リスナーの中にもいるからね。アイテムありがとう。いや、際立ってるとかじゃなくて、酔っ払ってんでしょ、多分。もう本人が何言ってるかもわかんないんだよ、もう。めちゃくちゃだよな、ほんとに。いや、もう変なやつばっかりだよ、ほんと、ネットは。こういうリスナーを大事にしろ。いや、配信外で全然あるよ。全然あるよ。配信外で3時間喋られたこともあるよ。色が浅黒くて、まあ、55歳の、あの、格闘技好きのおじさんから電話かかってくるよ。3時間喋られるんだよ。大変だよ、配信者も。あ、違うと思うよ、多分。あれでしょ？タクシーでしょ？はい、こんばんは。いや、大変大変。はい、ワドツ。頑張れ、じゃねえよ。おめえだろ。お前佐藤圭に変えろ、小手半。佐藤圭に変えてこい、ひらがなで。分かりづらいわ。こいつだよ、こいつ。気違いだよ、気違い。酔っ払ってんだよ、多分。はい、やっほー。
お嬢いらっしゃい。そもそもね、配信者がリスナーさんに口論で負けるわけがないから、絶対やめた方がいいよ。喧嘩凸は絶対勝てないから。うん、ましてや俺ペラで食ってってんだもん。酔っ払い相手にするより立ち悪い。まあメンヘラちゃんも多いかんね。うん、でんぶにんぐおかちいっつもこちょこっつって もうわけわかんないよね。でんぶなんだかリングなんだかもう。はい、ワトツー。そう、喋りが仕事だから、うん、絶対に挑んではダメだよ。佐藤圭っつったよね。うん、勝てないよ。喋りで俺に勝とうと思ったのが無理だよ。なんで挑んだんだよ。何だったのか分かんない。何だったのか分かんないよ。っていうか、リスナーさんの電話ってほとんど、マドウさんですか？私見てます。何ですか？ファンなんです。リスナーです。ありがとうございます。ご用件は？今何してるんですか？さよならっつって。こんなんだよ。 それさ、電話で言うこと？配信者暇だと思ってるやつ多すぎるんだよ。ほんとこんな感じだよ。ほんとにこんなのが一日何件も来るんだよ。もう、わど、配信外の電話嫌いだよね。用件なんすか？俺ファンなんだよ。ありがとうございます。わどちゃんさ、焼肉好き？焼肉は好きですけど。今度おごるよ。ご用件は？寿司の方がいいかな？歌舞伎でしょ？もうほんとこんな感じだよ。こんなのが寝てる夜中とかにかかってくんだよ。マジでね、考えろよ。ピコン、ピコン。朝起きたら LINE つむつむ40件。今日も来てたよ。LINE つむつむやりませんか？ディズニーつむつむ。なんだよ、つむつむって。もうあれ、ほんとやめてほしいんだけど。いや、もうほんとに怒るよ。ほんとに怒るよ。俺結構塩対応だからね。配信の時盛り上げるけど、俺結構塩対応だよ。要件はっていう日本語は通用しないんだよ。例えばさ、1人に30分かけてごらんよ。4人で2時間だよ。2時間のプライベートの時間奪われてみ。めちゃくちゃうざいよ。めちゃくちゃうざいよ。だから、ツムツム来たらブロックしてるもん、俺。ツムツムが1件でも来たらブロックしてる。つむつむが一件でも来たら、マジで電話やめてほしい。5分でも嫌だもん。だったら LINE で済むじゃんっていう話なの。ていうかね、 LINE で済むじゃんっていうか、要件なんかないんだよ。要件なんかないの、そもそも。ただ俺と話したいだけなの。お金が出ればいいよ。それでいくらでもやってやるよ。だから配信中にかけてこいっつってんの。いや、もうブロックだよ。ブロック。まあ、人気商売だからありがたいことだけどね。ありがたいけど、最初は良かったんで、最初だけだよ。俺も有名になってきたな、街中で声かけられるなって。もうね、プライベートないよ。ほら、髪の毛もすぐ、もう絶対俺じゃん。もうこの格好なんだもん。絶対俺なわけよ。似てる人とかじゃないじゃん。こんなさ、赤毛の半分ハーフなんていないわけだから。新宿界隈歩いてて。いや、多分、酒じゃん。いや、それも別に要件が本当にある時もあるから。例えばさ、電話かかってきて、今お前の YouTube 見てるっつって、どうしたっつって。俺今ポケットに200円しかねえ、お前とためなんだよっつって、って。で、俺明日死ぬかもしんねえって電話かかってくるよ。いや、ダメだよ、死んだらっつって。どうすればいいワード助けてくんねえっつって。じゃあ、このホームページのこれリンク送るから、これプリントアウトして区役所行けって。そしたら生活保護のとりあえず数万円もらえるから、
それで食いしのいで生活保護行けって。そういうのもあるのよ。あと今からもう死にたいとか、なんか彼氏に DV されてるとかさ、そういうのは2時間でも3時間でも時間割いてるの。あと病気の女の子から電話かかってきて、その和道さんの放送大好きだよとか。そう。でも要件がねえのはきついよ。悪いけど。俺、鮫島さんの弟子ではねえな。後輩ではあるけど、弟子ではない。ジェダイクソだね、ほんと。相談とか、ほんと命に関わることは時間割こうと思ってるけど、例えばその生活保護わかんなかったら小川さんに繋いだりとか、小川さん助けてくれっから俺よりも詳しいからとか、例えば今生活保護受けてるんですけど、そのとか。ファンレターも来るよ、いっぱい。あとよく来るのが、未だに五社部事件の動画見て、和道さん、カミングアウトしたんですね。和道さんもゲイだったんですね。私勇気もらいました。ゲイじゃねえわ。最後まで見ろや。部分的に見るから、YouTube のやつらは。和道さんすごいです。あんなに炎上してるのにゲイだってカミングアウトして、私もなんです、僕もなんですって。知らん知らんっつって、俺違うわ、最後まで見てと。それは知らんわと。ああ、爆音吉尾の方も悪い。まあ、そんなことは言ってもな。なあ、全員クズだからな。疲れるっつうか、まあその命に関わることとか生活保護に関することは活動してるから、それは真摯にちゃんと対応しようとは思ってるけど、でも2年後とかに来るよ。あの時のおかげで、今やっと働けるようになったとか、たまに来るよ、性分で。それはすごくありがたいよね。それはすごくありがたい、本当に。なんか人生変わったって、あの時出会ってなかったら死んでたとか来るから、それはね、やっててよかったなと思って、誰かの役に立てたら。ねえ、クズでも生きててよかったなと思うし。なんだよ、ピコンピコンうるせえな。内容があればいいよ、全然。あと、本当に悩んでるやつね。まあ、だから子育てに悩んでる奥さんとか。配信中に電話かけてこいって話したけど。匿名で全然話すから。匿名ですって言えばいいから。お名前どうぞって言った時、あ、匿名でお願いしますって。自殺の5割ぐらい。WHO の計算式があるんだけど、これ意外と知られてないんだけどね、日本の自殺っていうのは、遺書が見つかって警察が自殺だっていうふうに断定した数が約3万なの。で、10年以上続いてたのが、ようやく落ち着いてきて、今2万8000とかに落ち着いてきたのよ。2000人ぐらい下がってきてるの。だけれども、ね、匿名さん。自殺の中で遺書があったりとか、家族が悩んでたっていう証言が取れて初めて確定の自殺なんだけど、その他は不審死。と、あと失踪っていうのがあるの。で、失踪の半分はほぼ死んでるって言われてるの。後から見つかるのね。だから全員が全員遺書残すわけじゃないから。だから WHO の計算は、失踪と不審死の達した数の半分っていうのも自殺に入れなさいって言ってるの。だから日本って実は WHO の計算式で言うと、年間7万人から10万人死んでるの。これが日本の状態なの。つまりね、マックスの10万人年間死んでるとしたら、10年間で100万人死んでるの。20年間で200万人死んでるの。そう。戦争よりもはるかに多い数を、この国は自ら命を絶つっていう国なの。俺はこれを変えたいの。生きる手段なんていくらでもあるから。この国は戦争中なのよ、まさに。経済戦争でやられてるんだよ。で、自殺の、まあ、5割の他殺もないよ。だから、遺書書かせて殺すっていうやり方もあるんだけど、そこまで、まあ、中に、まあ、ちょいちょいあると思うけど、それはさ、あれだよ、官僚とかの不審死のやつだよ。明らかにおかしいのあるじゃん。普通の一般ではそういうことないよ。
日本の警察のその断定した数だけを発表してるっていうのはちょっと違和感があるけど、だそういうのも広めていかないとなと思ってて。まあ自殺大国だよ。まあ韓国なんかもっとひどいんだけど、人口比率から考えると。まあ資本主義の慣れの果てだよな。本当に。もうだから金、経済と密接に結びついてるんだよ。自殺って。だから自殺者が10万人いるっていうのはどれ、もうね、はっきり言って日本なんかスラム化始まってるんだよ、もう。もう経済格差、格差社会なの、超格差社会なんだよ。これからとんでもないのが訪れんの。もう年収1000万以上と年収2、300万以下しかないんだから。中間層全部消えたんだから。いや、本当の戦争よりやばいよ。死者どれだけ出してるよ。もうめちゃめちゃだよ、本当に。めちゃくちゃだよ。だからそこはね、なんていうのかな。変えていかないといけないところだよね。生きる手段っていうのを考えないと、身につけないと、自分の身を守る。こんなんなってさ、仕事ね、足りない足りない、人手不足人手不足って言ってるけど、仕事は腐るほどある。だけど見てごらんよ、人が足りないって言ってる産業全部奴隷産業でしょ。だから立ちが悪いのは日本でも奴隷なんだよ。貴族と奴隷しかいなくなっちゃったってことや。超格差社会ってそういうことだから。だけど、奴隷社会っていうのは奴隷であることを隠そうとするでしょ。奴隷が奴隷だって気づいてないのが日本の問題なの。敵がわからなくなってる。だから自分で死んじゃう。方法論がわかんないから。だからそこはね、なんか、こう、ゆっくりシェアしていきたいなっていうのが俺の考え方だね。生きろと。死ななくていいよって、俺たちは奴隷じゃねえっていう。人手不足のところなんか全部ブラックばっかりだもんね。奴隷業ばっかりだもんね。むしろ人が足りないんだよ、エンジニアとかさ、医者とかさ。だからまあ教育が間違ってんだろうな。俺は悲しいよ、本当に。みんな本当にさ、みんなもきついと思うけどさ、マジでさ、延長さ、1枠4時間やるのにさ、金かかってんだ。350円かかんだよ。マジでさ、170円とか3000円とかで食ってけねえからさ、ちょっとさ、苦しいと思うけど、お金に余裕のある人、アイテム頼むわ。ちょっと助けて。マジでね、最近やばいんだよね。なんでこんなアイテム上がんなくなっちゃったんだろう。いやーもう、孤児って言われるけど、さすがにきついよ。200人以上見ててさ、食えないんだもん。あーまあ、便所さんがそうだよね。延長するときに言ってるよね。延長するんで、アイテム花火お願いしますって。俺も言おうかな、言いたくないんだけどね。言いたくないけど、さすがに言わなきゃ食えないんだったら言うしかねえよな。自然と上がってるんだったら言わないけど。みんな力貸して、マジで。きついよ、これ。続けてきたいからさ、配信は。ピンチだよ、ピンチ。うちの職種も人足りない。専門職は足りないんだろうね、やっぱり。はいはい、ワトツ。きついよな。YouTube も回すか、のんちゃん。YouTube も回さないと食ってけねえや。YouTube も同時配信するわ。スマホ貸して。ダメだ、マジで。なんだろうな。なんでこんなアイテム。あ、ありがとう。ハピネス、ありがとう。なんでこんなアイテム上がんなくなったんだろう。ありがとう。参っちゃうよね。
でもね、どこも上がってないんだよね、全体的に。YouTube は全部無料。延長って概念ない。それどころかもう24時間分回せるよ。で、24時間後枠を閉じるっていう概念がなくて、勝手に延長される。だからもう、ネットとかサーバーの不具合出るまで無限にできる。あ、ありがとう、ありがとう。うん。はい、初見です、ありがとう。いや、ほんと厳しいよね。YouTube も回そう。そう、普段の配信投げにくくなってるっていうけど、あんな集金アイテムにさ、金投げるぐらいだったらこっちに投げてほしいよ。コンテンツしっかりやってんだから。あのアイテムほんとやめてほしいんだよね。真面目にやってるやつがバカ見てさ、アイテムありがとう、アイテム、ありがとう、匿名さん、ありがとうございます。花火ありがとう、匿名さんありがとうございます。バカありがとう、風船ありがとう。みんなありがとう。うん、あのね、こけつ本当にそういうのやめて。お前のことブロックするよ。あのね、ネタじゃないからね。ダメだよそんなの。俺トラブル起こす気ないから。お前のことブロックしなきゃいけなくなるよ。ありがとうわダメ、花火ありがとうわダメ、ありがとう。まあそうだね、30分ずつ言うわ。うん、30分ずつね、30分ごとにちょっとお願いするようにする、今後は。じゃないと食ってけないわ。言いたくないんだけど、まあしょうがないよな、仕事にするんだったら。背に腹は変えられない。普通に相手も上がるようになったら、ポンポン上がるようになったら言わなくなるけど、もう最近明らかに言わないとダメだなって思ってきたもん。ちょっとごめんね、 CM 挟むみたいでさ。ありがとうございます、匿名さん、花火ありがとうございます、ありがとう、助かります。そう、言わないとさ、やっぱり伝わらない部分ってあるもんね。コンテンツ続けていくためにはしょうがないよ。そう、あと YouTube ライブもちょっと開こう。まあね、まあね、そうそう、普段配信頑張ってるっつうか、普段見る人に投げてほしいよね。いくらアンチだとしても、見るところっていうことはさ、頑張ってやってるってところじゃん。そこを本来応援すべきなんだけど、なかなかそうもいかないんだよね、カルロスね。延長しなかったら、無理だよ。それはさ、俺配信者じゃん。一番配信の理屈分かってるわけじゃん。それはもう泥沼だよ。延長しないで伸びてるやつ見たことないもん。リスナー一回一回切るってことだもん。YouTube ライブ開いたら利益はあるわけじゃないよ。そこで投げ銭も、YouTube ライブの人にも促すっていうことね。お願いしますって。いや、見る間口を広げるっていうこと。いや、マジで本当に焦ってるもん。結構ひょうひょうとしてるようで、もう先月末、先月初めぐらいから本当にひどいよ。うん。先月から本当にひどい。うん。バカありがとう、カルロス。本当はね、少しでもいいんだよ。みんながさ、バーガーとかハートとかパフェとかでいいんだよね。1000円の負担なんかいらないんだよ。いるけど。いるけど。いるんだけど、なんつうの、全員がさ、少しずつ投げてくれたら全然成り立つからね。ありがとう、アモちゃん、助かるよ。ありがとう。アモちゃん、ありがとう。あ、もうアモちゃん、花火ありがとう。捨て頃バブルは、ほら、なかったよね。微力ながらありがとうございます。ジェンガさん、パフェありがとう。ありがとうございます。今回は、バブルっていうの、まあまあ、ご祝儀はいただいたけど、そんなになんか、バブルって感じでもないんじゃん。てか、弾丸塾ね、すぐ始まっちゃったから、弾丸塾に話題がシフトしちゃったんだよね。ちょっとね、それ来年弾丸塾もしあるとするなら話す。1週間か2週間はずらしましょうっていう。じゃないと、捨て頃のメンバーが美味しくない。あれ、要は共倒れになっちゃうから、それね、便所さんとも、もし弾丸塾が続くんだったら、なんつうの、大きなイベントやる人と話し合おうと思って。ありがとう、バーガー30個ありがとう。ちょっとね、あれはね、まあ、タイミング、スケジュール的にしょうがなかったんだけど、ちょっとね、折り合いお互いにつけていかないと、空気読み合わないとダメだなと思ってるね。それは便所さんと今度、会った時に話すよ。大きいイベントはかぶせないようにっていう。本当はね、8月にやろうっていう話をしてたんだよね。
YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。2018年4月の6日、18時31分です。楽しんでいってください。よし、OK です。うまく頭使わないと生き残れないようになってきたよな。ノリとテンションでカバーできなくなってきた。ノリとテンションじゃ無理だよ。アイテムくださいってあんま言いたくないんだけどな。難しいよなそこは。飯を食うっつうことは大変だよね。はい、こんにちは。いらっしゃい。どうもどうも。あ、まあ、投げ銭はスタンダードになると思うよ、今後。もう、どん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 加速していくと思う。当たり前でしょ。俺は、こういうのは来ると思ってたけどね。ただ、最近目に余るトラブルが多くて、政治界は介入、いや、ない、ない、ない。政治界は介入することはない。ないです。要はね、それは配信者側の思い過ごし。それはね、配信がそこまで政治が介入するほど大きな産業になってない。まず。ない。っていうか、配信にそういうのがかかったこと、ドローンぐらいだよ。で、ドローンは、軍事転用ができるからっていう理由だから、配信がメインじゃないんだよ。配信の迷惑行為に対してって思ってる人多いけど。配信法案なんかないよ。そんなの聞いたことないよ。のんちゃん、ちょっとカメラの角度変わったから気をつけてね。グッドボタンありがとう。YouTube グッドボタンありがとうね。みんなグッドボタン押してね。よろしく。ないないない。グッドボタンを押してもらいたいよ。グッドボタンを押してもらいたい。配信に規制がかかるっていうことは考えづらいな。
配信っていうよりも、放送じゃなくて、なんだっけ、通信法に規制はかかってるの。やるとしたら通信の枠組みで規制をかけると思うんだよね。でも、アベマとかが進出してきて、もうテレビに勝つと思ってるから、おそらくなんだけど、そこで通信法の改正はかかると思うんだけど、配信者に対して何かをやるっていうのは、俺はなんか見えないかな。なんか、なんつうんだろう、政治家とかからすると、下級国民がなんかやってんだなぐらいにしか思ってないと思うよ。奴らに実害がないように、上級国民に実害がないように、実害がないようにっていうふうに法律は作るから、あんまり。あ、しつこい。すいません、なんか。しつこい。ブロックするよ。いや、ごめんなさい。ちょっと YouTube のやつグッと開けたんですけど、僕。はい？ちょっと分からなくて、YouTube でグッと開けて大丈夫ですかね？ YouTube のグッドボタンを押していいかどうかっていう確認の電話？いや、それでなってますかね？いや、僕、本当分からないですよ。いや、あのね、誰がグッドボタンを押したかは俺もわかんないから、あと、そうなんですか。それはコメントで書けばよくない？本当に、配信外とかで電話かけたりメールかけたりしたら俺ブロックするからね。本当申し訳ないですよ。ちょっと試して。本当申し訳ないです。コメントで書いてね。そういうのは。はい、ありがとね。また応援するんで。またお願いすんの？はいはい。いや、応援するんで、応援。あ、応援ね。ありがとう、ありがとう。ありがとうね。します。いや、はありがとうございます。こちらです。い。失礼します。はい。はい。情緒不安定かよ、本当に。なんなんだよ、もうこんなんばっかりじゃん、俺のリスナー。ほんと香ばしいよな。友達じゃねえんだからよって。ほんとそれ。勘弁してよ、マジで。何懐いてんだよっていうね。なんか、めんどくせえな、ほんと。いいか。お前と同類？あ、そう。
光くんも言ってたけど、雇われの方が本当楽だよね。あ、まあだから社長とかと一緒じゃん。責任を全部自分で取らないといけないっていうのと、まああと取引先に運営さんがあるっていうのとか、コラボ仲間があるっていう感じで、個人事業主って感じだよ、本当に。みんなの動き見てくると。だから、意外となんだろう。まあ、便所太郎さんなんかもうプロモーターとかやってるし、ミズニアンとか会社の役員やってるのね。だから、会社のこととかも話してたし、昨日。本当にただの、なんか、社長さんとか個人事業主の集まりの話に近くなってきたね。昔と変わってきた。2、3年前と。売上どう？みたいな話とか。税で4割も持ってかれない、持ってかれない。持ってかれないよ。そんなにいかない、そんなにいかない。あ、だから年収1000万だとみんな35%ぐらいかかるっていうふうに思ってない？日本の税率って最高35%とか45%だから、1000万超えると半分ぐらい税金に持ってかれると思ってるでしょ？それ間違いだよ。その辺ちょっと解説しようか。なんかね、意外とね、少ないんだっていうふうな感じになると思うよ。年収1000万、ちょっと待って。ちょっと今、ごめんごめん。今、ミーティングしてて。税金いくらぐらいだったっけな。年収1000万の、年収1000万の税金に対するそのブログがすごい面白くて、実はその控除とかを普通の人がよく分かってないっていう話で、控除の金額、基礎控除とかがあるじゃん。とか保険とか税金対策するとね、そんなにかからなかったんだよね、確か。年収1000万でどれくらいだったっけな。年収1000万超えだと、基礎控除が上限220万でしょ？で、給与の10%プラス120万で220万で縮小される。どんな感じだったっけな。住民税とかを入れると603万か。しゃ、これね、これじゃなくて、なんだったっけな。からね、なんかがあるんだよね。だからね、意外と200万ぐらいで済むみたいなブログがあったんだよね。扶養控除。独身の場合、ほら、これこれこれ。718、ほら、300万ぐらいで済んでんだ。はい、こんばんは。もっと低くいいんじゃなかったっけな。あ、これか。結婚をしてる場合、これになるのか。だから、頭良くないとやっぱ持ってかれるよね。まあ、年収1000万稼いでてね、手取りが700万っつったら全然余裕で暮らせるもんな。あと、まあ、金持ち向けの、ね、商品とかいっぱいあるし、雇われの方が全然楽だよ。何も考えなくていいんだもん。会社がやってくれんだもん。その代わり一生懸命労働するっていう。大変だよな、食ってくっつうのは。あ、すいません、延長するんでアイテム花火お願いします。誰もくれなそう。延長するんで、アイテム花火お願いします。成り立つのかな、これ。便所さんみたいにうまくいかない気がするんだけど。
じゃあ分かった。投げないときは、スルーされるとあれだから、無理でーすって言って。OK 。今後30分おきに言うから、無理な人は無理でーすって言って。OK。なんかスルーされると本当に傷つから、ごめんワード、今無理だよ、みたいな。無理でーすって言って。初見無理。あ、初見は無理で、無理だよね。うん、はいはい。はい。あ、ありがとう、ありがとう。いやいや、数円でいいんだよ、数円でいいんだよ。全然数円で助かるよ。ありがとう。すいません、ボーナス出なかったから厳しいっす。出なかったんだが、厳しいね。みんな厳しいよな。庶民だもんな。うん、無理でーすって。いや、一回投げた人はいいよ。もうほんと。一日花火一発ぐらいにしてね。なんか何発も何発も、ね、普通の人に申し訳ないから。番組の ありがとう、アイテムありがとう。はい、アグリン、お疲れ。お疲れっす。みんなありがとね、アイテム。ただやから見るけど、お金払ってまでは見ないかな。あー、ズバッと本音言うね。ズバッと本音言うね。まあ、いいんじゃない？うん。でもさ、それ言われる本人の身にもなってほしいよ。いや、本音はわかるよ。そういう。あー、ありがとう！スーパーチャットありがとう。ごめんごめん。そうだ、YouTube の方、ごめんね。うん。年収1800万超えると 40% だけど、1900万円の場合、1800万円を超えて100万円の部分だけが 40%。 あ、そうだそうだ、それだ。ありがとう、ありがとう。スーパーチャットありがとう。そうだそうだ、それが言いたかったんだけど、俺が学がないから、さすが詳しいね。ありがとう。そうだ、YouTube ライブやってんの忘れてた。じゃあ今ね、マルチタスクでさ、今、ちょっと忙しいんだよ。今運営さんとメールミーティングになっちゃって申し訳ないね。まあね、でもね、その金を、なんだろう、今ネットの自由なところだからいいんだけど、なんだろう、お前に金払う価値なんかねえよって言われてる気がするんだよね。まあそういうこと言ってるんだろうけど、プーさんは俺に対して、お前に金なんかビタ一文払う価値なんかねえって言われてるようなのと、まあまあそういう意味だよな。まあいいや、考えてもしょうねえや。まあちょっと悔しいよね。まあそうだよね。花火投げる金あったら美味しいもの食べたいよね。だからさ、みんなさ、その、結構稼いでるイメージを持たれてんのよ、俺とか。はい、こんにちは。だから全然、本当に貧乏だよ。うん、それはさ、生活保護よりも豊かになったけど、結構、本音だけど寂しいよな、ちょっとな。うん、辛いよな。
まあまあそこを見返すしかないんだよね、配信で。あ、こいつになら、ちょっと金投げてみようかなと思わせるしかないからね。なんつうんだろうな。結構大変よ。うん。配信だけで食ってくっていう環境を整えるのすごく大変。あ、のんちゃんちょっと映ってるから気をつけてね。もしくはさ、それが嫌だったらハンガーで T シャツかなんかそこにかけといて。カーテン作って。月5万円稼げてって、ここ家賃6万だよ。一応俺はプロで食ってってるわけだから、普通の感覚で言ってアルバイトプラス配信でお小遣いっていう考えはわかるけど、俺はもうどっぷりこれで2年食ってるわけだから、さすがにもうそこに戻ったらアウトだと思ってる。もう終わりだよ、本当に。もうそしたら這い上がるのに、相当難しいと思うよ。もうこれ食ってくのを維持するしかないと思ってるもん。厳しいよ、シビアだよこの世界。まあでも時々ねドカンと投げられるからね、ファンタスティックとか。それはまあ夢があるよ。たまになんでか知んないけどファンタスティックドカンドカン上がる時あるからね。あれなんなんだろうな、なんか金持ちの気まぐれだろうな本当に。まあ気まぐれっつうか、なんかこうバーってお小遣いくれて。あ、のんちゃん釈迦のあれやってくれてんの、ありがとう、ありがとうね、のんちゃん。いやー助かるよ。でもね、なんかね、その一部のお金持ちにすり寄っていかないと食っていけないみたいな構造はちょっと、うん、ババアのせい。あ、俺ね分かんないの、俺に爆投げしてくれてる人、男の人か女の人か分かんないんだよ。で多分なんだけど男だと思うよ。女の人はね、なんだろう、そんなに爆投げっていう感じじゃなくて、月2万とか投げてくれる。だから主婦の人が2万投げてくれるのでかいよ。うん、そういう感じだね。爆投げの女の人っていうのはもうほんと少数で、男の人ばっかりだね、うちは。ありがとう、スーパーチャットありがとう、サンキュー。というか俺は生活保護審査待ち、却下されてもリトライする。あ、だったら全然相談乗るよ。あの生活保護に関しては俺多分人より詳しいよ。全然相談乗るよ。書類は出したの、もう。だったら完全にそのなんていうのかな、生活保護の基準内だったら絶対通るよ。通らなかったらあの区役所訴えられるから。だから資産持ってないとか隠し口座持ってないとか隠し資産がなかったら通る。電話で話してえな。文章でやり取り難しい。文章で何かを説明するとほんと難しいな。YouTube の方が画面綺麗だと思う。それ、YouTube の方、コメント、あれだよ。スマホだよ。だから、ふわっちがいかにエンコーディング間違えてるかの。スマホでこの画質出せるんだよ。
びっくりするでしょ、緊張する。俺もびっくりしたの、YouTube ライブで。スマホでこの画質なの。で、こっち側、パソコンのふわっち側っていうのはブリオって言って、4K のすごい2万するカメラで撮ってんの。だ不思議でしょ？そこのキャッシュカード通帳すでにないから残高いくらかわからない。お、健康体でも生活保護もらえるもん。障害者に渡す制度じゃないもん。だそこが間違いなんだよ、八王。健康体でももらえるよ。生活保護っていうのはお金が少ない人は全員もらえるんだよ。東京の対応は一応良かった。東京都じゃないね、区で受けるもんだから。どこの区で受けるかによる、どこの区で受けるのか。だからもう住みたい町が限定されるから、一番最初にもう住みたいところ決めて申請飛ばすのが一番いい。はいはい、また来てね。スーパーチャットありがとう、スーパーチャットありがとう。杉並か、まあいいんじゃない。杉並生活保護多かったかな。生活保護のね、多い区と少ない区があるんだけど、多い区は対応が厳しいのね。ちょっと待ってね、生活保護、23区、ちょっと待ってね、生活保護で杉並どうだったかな。杉並まあでも税金ねちゃんと取れてるから、これか。杉並区どうか見てよ、見てみよう。台東区と足立区があれだね。新宿もまあ、新宿まあこの辺はね、まあだから治安悪いって言われてんの、生活保護密接にリンクしてるよねこれ。杉並中央区と港区は一切ないもんね。千代田区、文京区、世田谷、目黒は。杉並ってどこだっけ。杉並通りやすいんじゃないの。どうなんだろう、うん、生活保護が一番多いのは台東区だ。だ俺生活保護中野とかさ、港区とかで受けりゃよかったなってほんと後悔してんだよね、うん、新宿からねしばらく出れなかったから。だから高所得者が多いのも千代田区とか文京区じゃん。あと港区、中央区だから完全にリンクしてるんだよねこれ。面白いよね、でデータを覚えると。高級住宅街がどこなのかっていうのが一目瞭然っていうね。OK ストア分かんないな。なんだろう OK ストアって。俺ね、最近ね、実はね、放送のやり方だいぶ変えたんだよ。最近ね、ここ半年前ぐらいに悩んでた、放送こうやってやりたいけど、癖で治らないっていうのがやっと治ったんだけど、気づいたところある？みんな。みんなさ、3ヶ月前とか半年前とかの和道の配信と変わったところわかる？親族に連絡行くの本当です。本当です。連絡っていうのも電話はかけません。年に1回ハガキを送るんです。三神党だっけ？三等身だから三神党までハガキを送ります。送る権利があるの。わかんないでしょ？俺ね、小手半読み上げるのやめたんだよ、実は。異常に小手半読み上げなくなったの。昔だったらさ、あ、クソじじいさ、あんま分かんないでしょうって言い方してたのさ、でしょ、分かんないでしょうって。でも感じないでしょ、違和感。これね、実はね、すっごく大事なことなの。大手さんと過疎の、そう、名前呼ばなくなった金魚鉢、さすがだね。小手半を読み上げるのやめたの。で、
アンチに対してもそれをやってるの。これ実は重要で、あとね、アンチもね、あんま聞かなくなってくるんだよね。要は、コメントに対して拾うっていうことをやってんの。誰が何を書いてるかじゃっていう判断をやめたの。要は大手さんがやってるやり方にシフトしたんだよね。でもね、だいぶ慣れてきたね。だいぶ慣れてきた。言われてみるとそうでしょ。言われてみると。小手半はなるべく読まないっていう。あゆはどつ。それはね、だんだん習慣化していくと治ってくんだよね。難しいんだよ、そういう細かいテクニックみたいなのがいっぱいあって、配信って。で、何年もやってると癖になってるから。やっぱりね、名前一人一人読み上げちゃうと、そのシャイな人とかアンチコメント書きづらいなっていうのがだんだん分かってきたから、もう本当に何でも書けるように、狐枠っぽい雰囲気になるように意識してんの。で、あとね、スルースキルをだいぶつけるようにして、ニコ生のノリをもう一回持ってこようと思って、要はもう、ふわっちがニコ生化してるから、ニコ生に寄せようと思って。もう、本当にコメントは読みたいのだけ読む。で、いちいち、その、ちょっかい出してくるのを拾わないっていうのをやってるかな。だんだんコツをつかんできたよ。読まれた人は、あ、私のこと見てくれてるんだっていう風になるから。でしょ？だから、その、なんつうんだろう。あ、私のコメント読めてるんだっていうのは、その人には伝わるじゃん。だけど、結局ね、俺の良くなかったところって内輪乗りになっちゃうのってさ、例えば、あさみさんって一言言ったら、あさみさんにだけ話しかけてるっていう風になっちゃうから、他の人は親近感が湧かなくなるのよ。要はだからコメントがかそるっていう仕組みが分かったから。だからね、意外とね、3ヶ月前よりコメントが走るようになってるんだよね。実は。だからそこは、あ、仕組みっていうか俺のやり方が間違ってたんだなって思って、コメントがなるべく走るように工夫はしてる。俺の中では。なるべく書きやすい雰囲気、書きやすい雰囲気。で、今まで良かったところを壊さないようにみたいな。やっぱ大手さんがやってる方法って頭いいよね。いや、結構頭使うよ。人とのなんかこう接客業とかもやっぱ頭使うじゃん。そういう感覚に近いかもしんない。どうやったらコミュニケーション取れるかな、どうやったら楽しんでもらえるかなっていうのをすげえ考えてる。はい、こんばんは。楽しんでて。毎日もう配信どうだよね、ここまで行くと。配信をどうやって極めるかっていう。俺にとっては愛情だったわけよ。要はあなたのコメント読んでますよって、名前を呼ぶっていうのはやっぱ親近感ね、作れるコミュニケーションだと思うから、俺は普段の付き合い名前呼ぶようにしてたから、それを配信に持ち込んだら良くないなっていう。そうだから、こっち側が勝手に意識しちゃってたことを間違えてたことなんだよね。
考えすぎも良くないけど、やっぱり正しいやり方とかテクニックっていうのはあると思うよ、俺。意外とテクニカルっていう。ところ2出てたよ。第2試合ボロ負けだったけどね。また負けちゃったよ。頑張ったんだけどな。ダウン、あ、そっか、2回か。スタンディングダウンも取られてんのか。あれ、俺の中ではね、全然効いてなかったから悔しかったんだよね。全く効いてなかったから。あ、こういうのトーンとか張りとか、もう基礎の基礎だね。基礎の基礎。表情どう作るのかとか。いや、残念つうか悔しいよ、本当に。まあでもね、一発目のダウンは言い訳できないぐらいさ、もろもらっちゃったから、あれはもう負けだよ、本当に。一発目のダウンが、効いてはなかったんだけど、ダメージはなかったんだけど、思いっきり一本取られた形だから。はい、ヒトラさんお疲れっす。いやー、もう来年いいでしょう。もうなんかさすがにさ、誰も望んでないと思うよ。どうなんだろう。出ろって言ってくれる人もいるけど、いろいろ考えるよね。もう今回最後だっていうつもりで本当に一生懸命やったから、まあ自分の中ではね。で、これだけやって勝てないってことはさ、あ、俺の YouTube にアップするから、俺の YouTube チャンネル登録しといて。前回のセコロかっこよかったら次も見ます。なんで次ゼル前提なの？いつも配信見てる。ありがとう。チャンネル登録よろしくね。ありがとね。のんちゃんは出ないよ。配信者じゃないんだから。セコロ自体つまんないっていうの。それはな、あのさ、蜂をさ、コンテンツを作ってる側の人間にわざわざつまんないって言わなくていいよ。勝つまで出場望んでる？いや、俺の中で結構ショックなんだよね。やっぱね、なんだろう。経費もかかるし、配信時間も削られるし、なんつうんだろう。才能のない部分をトライして意味があるのかっていう葛藤があるのよ、俺の中で。だったら、自分が他に喜んでくれることとか、勝てるところで勝負するのもありなんじゃないかなっていうふうに思ってんの。要は、時間って限られてるわけじゃん。だって、捨て頃ってさ、すごい大変なんだよ。もう、本当に走ったりしながら、体ボロボロになりながらやってんのよ。で、なんつうんだろう、負けたらさ、やっぱり叩かれるわけじゃん。ファンも離れていくわけじゃん。リスクがでかすぎるんだよね。だから捨て頃の後はやっぱり、俺捨て頃負けたのがやっぱりでかいと思うもん。去年も今年も。やっぱリスナーさん応援するっつってもやっぱ離れてくんだよ。俺わかるもん。やっぱ負けるやつを応援したくないっていう。だからまあいいかな、もう。俺は雑談でやっていくよ。いや、今から備えようとかじゃなくて、なんつうんだろう。ファンをがっかりさせるちゃうわけじゃん。じゃあ勝てばいいだろうっていう論理になってくるわけじゃん。要はずる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 、それがループするから、みやびさんと最弱戦したら盛り上がる？でも、どうなんだろうね。まあ、弱かったかな。もう、あんだけやって弱いってことは、弱いんだよ。生まれながらにして。
勝負の世界に絶対ないよ。まあまあ、俺は何だろう、ちょっと微妙かな。もうなんかやりきった感はあるかな。今でも顎、顎関節症で顎痛いしね。これは直樹兄さんじゃなくて、実は光くんのフックがすげえ効いて、いまだに顎ずれてんだよね。噛み合わせがずれてんの。ガクっていうの。まあ、ドレさんが出ないっていう判断も正しいと思うよ。だしね、なんか、その、はたからね、やっぱ、ああだこうだ言われるの、やっぱ好きじゃないんだよね。その、ドレさんとかも出てないくせにさ、人の試合偉そうに語ってさ、なんなんとか思ったし。直樹兄さんとやったの、俺は。で、負けたのね。まあ、便所さんも誘わないと思うよ、俺のこと。だって、別に客、集客力あるわけじゃないもん。だから誰も望んでないよ、捨て頃見てる人。まあ、うちのリスナーはね、やってよやってよって言ってくれるけど、傍からしたら関心のない試合でしょ。ね。口ばっかりだもんね。ありがとね。でもまあ、どうなんだろうっていう。延長するんで、花火アイテムよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドレさんに散々世話になっておいて、それはないでしょう。いや、別に世話になったって世話になってないから。あの人の恩着せがましいところ嫌いなんだよ、そういうところ。何かあったら俺は世話してやったっていう。持ちつ持たれつなんじゃないの。だからそういうマウンティング仕掛けてくんのが俺は嫌なところなの。もういいよ。俺だってドレさんのために尽くしてきたし、そういうことを自分から言い出すのも嫌いだから。そういうところは俺ダサいと思ってるから。自分だけが良くしてやって、俺は和道に借りなんかねえっていう姿勢が。剣道とかフェンシングとか似合いそう。 俺アーチェリーやってみたいかな、ちょっと。アーチェリー世話してた。いやいや、お互いでしょ。俺も何度も飯おごってもらったし、ただ配信で俺そういう恩着せがましいこと言ったことないよ。ドレさんのあのブランド守ろうと、まあ、ずっとやってたよ。だけど、結局、その、なんつうの、駒使いみたいにさ、俺はよくしてやったのに、あいつは裏切ったみたいなこと言うの、いつもドレさんだもん。もう、付き合いたくないよ。男間塾成功してるかどうかか。俺の中で今のところ20点ぐらいかな。今のところね。20分ぐらいかな。あ、20点ぐらいかな。まあ、それをあとどれだけ点数。まだスタートしたばっかりだから、まだ何とも言えないけど、前回の生放送に関しては、予想通りかな。ただ数字の伸びに関してはちょっと微妙。そうそう、お互い持ちつ持たれつで恩着せがましいの嫌なの、俺。ぶっちゃけ言うけど、俺だって何回も飯代出してるからね。おごってもらったこと何回もあるけど、悪いと思って俺も出したこともあるし。そう。だ最後、悪口で終わるから、気分よく付き合えないよ。太郎の桃太郎あんなんでええの。いいんじゃん、別に。エントリーしてくれた人の配信に口を出すことはないよ。ただまあ、問い合わせがあった部分に関して、協力してくれって言われたら協力するけど。配信者がつけるオチに関しては、俺は何もないね、今のところ。なんか言うつもりない。和道さんのボクシングスタイルかっこよかった。ありがとう。和道の企画をぶち壊した便所太郎のイベントに出る必要なんかない。あ、まあ、まあ、でも、便所さんからはね、和道に悪いことしたっつって普通に謝罪あったし、もう、ツイッターでも、ね、運営さんとか、ダンカンに知ったこっちゃないみたいなの書いてたのは悲しかったけど、まあ、和道とか出演者には申し訳ねえことしたなって言ってたから、まあ、いいけど、っていうかね、便所さんがね、多分ね、その、あんまりその、業界のことが見えてないっていう、まあ当たり前なんだけど、
ちょっとね、まずいよね。やっちゃいけないことやってるなっていう感じは俺は受けた。まあまあ、弁護さんからしたら俺配信者だから関係ねえよって噛みついた形にしてるけど、でもやっぱり関わる人が気分よ悪くなるっていうのはもったいないよね。なんでかっていうと、弁護さんって運営さんからすげえすげえって、北郷さんとかさ、ダンカンさんもすげえ注目してたの。で、彼いいね、彼いいねってすごい言ってたのを裏で見てたから、で、あ、すごいいい展開になりそうと思ってたの。弁護さんめちゃめちゃ多分可愛がられると思うし、新しい次の企画とかも呼ばれるだろうなっていうのが思ってたから、ダンカン塾だけじゃないのよ。その話せないこと多いんだけどね。だからそういう部分で、ああもう弁護さんどうなんだろうなっていうのはちょっと悔しいかな。和道さんトレーニングしてるのかっこいいからそれが見たい。うん、飯はほぼどれが出してるし、格闘技関係もどれが一方的に世話してる。何言ってんの、俺出たくないっつってんのに、毎回断ってんのに来いって言うんだよ。で、俺断ったこと一回もないよ。俺から教えてくれなんて言ってないかんね。何勘違いしてんの。うん、だからそういうのが勘違いなんだって。あいつのためにやってやったって、自分の閲覧のためでしょ、自分の企画のためでしょ。うん、俺いいよって、どれさんって、自分でやるからって言ってんのに、毎回来い来いって言うんだもん。それでさ、行かなかったら気分悪くしてさ、あいつはなんかああだこうだって言うんだもん。俺そういうところ普通に人としてなってないと思うから。子供なんだよあの人。見捨てられるとか言うから関わりたくない。俺から切ってる。もう関わらない。蓋開けたら拍子抜けってパターン、マイペースで行くよ。だって俺から誘った企画は一回も出ないくせにして、自分の企画は来いって都合が良すぎない？そうそう、閲覧のために声かけてるだけだよ。だからカッコつけマンなんだって。だから俺が誘った企画は全部断ってくるくせにさ、俺ドレさんの企画断ったの一回しかないじゃん。もう最悪見切ったんだもんだから。そんなんばっかりだから。自爆で悪口言って、裏ではペコ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 してて。だから俺が行かなくなった理由は、ヒカルくんの悪口言ってたの。要は閲覧伸びてあいつも終わりだなとか、もう苦しいなとか、もうあれ無理だよとか言ってたのに、ヒカルくんが企画行ったらさ、ヒカルはすげえ、ヒカルはすげえっつってて、ヒカルくんまた一緒にやろうよって。なんだこれとか思って。で、そしたら、お前も来んだろみたいな感じで、俺だけ雑に扱ったから、はぁとか思って。もういいわと思って。いや、だから結局人間性だよ、最終的には。結局人間性。嘘じゃないよ。っていうか何お前、ドレさんのサブアカ、消えて。気分悪いわ。そう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 。だからそういう人間なんだよ、あの人は。そういう人間性なの。だから周りから人が離れてくんだよ。裏で人の悪口言う人、表裏ある人嫌いだから俺。ヒカルくんだけじゃないよ。いやだって俺俺いろんな配信者と会ってんだから知ってるの俺じゃん、天下。ああいうの権威主義っていうの。いや数字が高い人にはペコ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 して、金梅さんとかよっさんだよっさんだって言って、鮫島さんになびかないのは、あ、アイテムだよ。閲覧持ってるけどなびかない。金梅さんとかにすり寄ってた方が自分にアイテム飛ぶって、要はなんつうの、そういう計算の人なんだよあの人は。全部だから人間的な感情ないんだよ。可愛いとかその友情とか愛情とかがないの。嫌いなら見に来ないで。金梅さん全く相手にしてないよ。だから欄干塾の件だってひどいもんだと思うよ。どの立場でディスれるのかよくわかんないよねあの人。はい、こんばんは。楽しんでって。
こいて。自分から便乗って、俺便乗全然しないよ俺。まあまあいいんじゃん、もう今後絡まないから、今後絡まないもん、もう全然便乗嫌いだもん、もう俺ピンの放送しかほとんどやんないよ、便乗っていうか、なんだろう、コラボとか極端にやらない方だと思うけど、どうなんだろうね、人の噂じゃなくてさ、公平自慢、自分の目で見たもので判断すればいいじゃん。その上でまあ俺が嫌いなら嫌いで見なきゃいいし。誘ってもないのに顔出してくるって何の刑よ。ブレさん最近は視野が広いから若い人の意見も取り入れるって言ってたけど、今違う意見言ったらすごい怒るし頑固になったなって思った。逆になっちゃった。まあいいよ、ドレさんの話題やめようぜ。文章について質問全然 OK だよ、全然 OK だよ。ドレさんを企画に呼んだらめちゃくちゃにされるって某配信者が愚痴ってた。あ、誰なんだろう、いや俺人の気持ちを大事にしない人あんま好きじゃねえからさ。いや気持ちで動く人がかっこいいじゃん。文章のこと何でも聞いて、俺が知ってることだったら。グッドボタン14個もありがとね。 YouTube ライブグッドボタンありがとう。ナッパとかをケージの中に入れて食べさせたい、食べさせた方がいいんですか。和道さんもやってます。絶対やった方がいいですね。ナッパは、食べていいのと食べちゃいけないのがあるんですね。で僕は豆苗っていうのが喜ぶので豆苗をあげてますよ。かわいいですよ。あのあげたらわかる、あこんなに好きなんだと思って。文鳥が食べれる葉っぱを検索してスーパーで売ってるのと豆苗が安くていいと思うんですけど、僕は大豆の発芽したやつね。なんだっけな、なんか種類がいっぱいあるんで、まあリアクション見て最初怖がると思うんだけど、あいや大人になってからでいいと思う。まあまあ子供のうちに慣らすために刺しておくっていうものも手があるし。文鳥はね、地方で買うと2000円ぐらいで、まあ東京とかだと3、4000円ぐらい、ノーマルで。で、シルバー文鳥とかクリーム文鳥っていう、ちょっとレアなやつだと、ペコがクリーム文鳥、シナモン文鳥か、っていうレアな外国産なんだけど、あれはちょっと高い、1万円前後する。だからまあ、ケージが5、6000円で、もろもろで、まあ1万円ぐらいから買えるかな。カゴとか入れて、カゴとか餌の方が高いぐらいなで、餌はね毎月500円以下、だいたい200円で済む。サプリメントとか入れて500円ぐらい。あとは水道水を毎日入れ替えてあげる。種類いっぱいあるよ。
ありがとう。いいね、ありがとう。アイテムありがとう。種類はね、こんな感じかな。これがあの、白文鳥。これ日本で生まれたのね。で、これ桜文鳥。これがね、ノーマルに近いの。で、クリーム色っていうのは白みが強いのがクリーム。で、シナモン文鳥っていうのはペコね。で、桜文鳥の、これね、ごま塩とか呼ばれてる。文鳥好きの中で。白が強いのがごま塩っていう。これもごま塩かな。まあ、こういう桜文鳥の中にも、なんか、こう模様があって。これもう激レア。ホーグロ文鳥は激レア、これ。突然変異。白がないの。白とクリーム色がなくて。これ激レアだね。で、シルバー文鳥とシナモン文鳥、この3つが高い。1万円ぐらい。で、桜文鳥、この下の3つと、この白文鳥は、まあ、地方だと2000円。東京だと3、4000円ぐらいで買えると思う。この辺は。まあ大きく分けて こんな種類かな。これもう見たことないね。激レア中の激レアだね。かわいいよ。まあまあ普通だったらこういう種類、区分け、日本の種類だと区分けはこんな感じ。シルバー文鳥もかわいいんだけどね、もふっとしてるよね。激レアは、それがね、店員さんも、ショップの店員さんもよくわかってなくて、なんか変なのがいるって言って、まあ、この辺の値段と一緒で売ってる場合もあれば、っていうか、まず見ないと思う。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。これは見ないと思うね。見たことないもん。もう本当、ブログとかで、うわ、こんなんいるんだっていう感じだもん。だから突然変異だから。波文鳥。とかね。でね、最近ね、また突然変異でブルー文鳥っていうシルバーの濃いのが出てきたんだよね。シルバー文鳥もかっこいいよね。そう、伝説の文鳥だね。だからなんだろう、三毛猫のさ、金玉ついてるオスみたいなのと一緒の扱いだよ。今のこの方、この黒いホーグロ文鳥っていうのは、これはもうなんか本当にいるんだっていうレベル。まあ見た目がね、ちょっとカラスっぽくなっちゃうけど、俺ちょっとアホっぽくて好きなんだよね。じゃあシナモンと白文鳥、この 2羽ね。こっちがオスで、こっちがメス。釈迦がこれだよ。あれ、バッテリーの残量少ない。充電しやがった。グッドボタンありがとう。いくらかどうなんだろうな、値段わかんねえな。いや、ほぼないかな。ブリーダーがもう指定してるから、まあ、たまにあるらしいんだけど、桜文鳥とゴマシオ文鳥間違えたとかあるらしいんだけど、まあ白文鳥はね、ヒナの頃からちょっと違うから、まあシルバーとかシナモンとか間違いないと思うけど、まあでも全部可愛いから、結局ね、もう半年ぐらい、?3 ヶ月ぐらい買うわけじゃん。もう愛着が湧いて手放せないよ。可愛くて。飼ってみる、大変だよ。可愛いよ。可愛いよ、文鳥は。もうね、もう懐いたら無理や。懐いたら無理。YouTube バー行ったよ、俺。YouTube バー行ったよ。これでも別に荒野をネタになんかアイテム引っ張ったりとかしてないつもりなんだけど、閲覧も別に引っ張ってないと思うよ。カタリアさんありがとう、アイテムありがとう。これはなんかそういうことしてないつもりだけど、なんかあった。
ムンチョ懐くよ、見る？ムンチョは釈迦だし。釈迦出ないかな？キュッキュ言ってる。包丁しよペコは出る気まペコ、じゃあ出して。ペコいで。ペコは俺に懐いてないからな。ペコ。後輩おいで。ペコに行ける。釈迦がいいな。釈迦。今ぐらいの声、キュッキュって。これがマックスぐらいの声。全然泣かないよ。シャちゃん出たくないか。今ね、釈迦がね、毛がボロボロなんだよね。おはよう、タムタム。シャちゃん出ない。釈迦、遊ばない？部屋の中でじっとしてる？シャちゃん。シャちゃん、おいで。手のひら温めてあげるよ。おいで。おいで。シャちゃん。やっぱあっち嫌いなの？ペコは俺の方に来ないよ。ああ、名前も覚えるよ。名前呼んだらピッピ言うよ。さか。うん、ペコ。ピヨ、歌うの。さちゃん出ないかな。もう一回。なし。もう一回。嫌 か。うん、いい、オッケーオッケー。ありがとう。今ね、嫌だって。今ね、羽が抜けちゃってね、体力がないの。ごめんね。ああ、見たよ。くっそ笑う。なヘッドショットって言って、裏からこう頭をパーンって打ち抜くのヘッドショットって言うんだけど。見たよ。笑ったよ、あれ。あんなん笑うよな。 あんなんどう考えても笑うっしょ。面白いよな。部屋間違えてさ、あの場面もシュールだけどさ、あのあたりに頭最後打ち抜くっていうオチが面白いよね。あれでも痛いんだよ、ガスガンだから。めちゃくちゃ痛いよ。めちゃめちゃ痛いと思うよ。普通の BB 弾のやつじゃないから、バネの。パーン。いや、結構でかい音するから、ガスガンは。撃たれたら痛いよ、あれ。相当痛かったと思うよ。アサルトライフルでやればよかったのに。ガスがハンドガンっていうのが渋いよ。 あれは何回見ても笑うよ。ヘッドショットっていうのは、こう、後ろからスーって行って、いや、普通にダダダダって打ち合うじゃん。普通、光線って向き合って、こう、壁とかに隠れながら、こうやってダダダダってやるけど、こう、スーって言って、
タンって後ろが暗殺するみたいな感じ、至近距離で。うん、いやあれは何回見ても笑うでしょ。だから上手い人じゃないとできないの、あれは。だからなんつうの、柔道で言うと一本みたいな。だから普通はあのサバゲーとかだとこそーっといってトントンって触ってこうやってやってこうやって手を上げて捕虜になるか殺されるの。要は撃ったらいけないっていうマナー違反のやり方。リアルでもそうだよ、戦場でも。だからすごい高等技術なの。それそうじゃん、相手に気づかれないで至近距離まで行って確実に仕留めるわけだから。あれは面白いよ。あれ難しいんだよ、だから物音立てないで気配消していってもう完全に撃ち抜く。だから高等技術なの。だからあのサバゲーやってるのがね、普通にあれ俺何回もやれたから鮫島さんに、あの人あれが得意技なの。要は隠れてひっそりこう潜っていってこうで近くに来たらパンって後ろから撃つの。そう、要はさ普通は壁にこうやって背を向けてやんないといけないのよ、その後ろからそれをやられないために。壁沿いにこう走っては壁を背にしてってやるんだけど、だからそのサバゲー好きからするとあのなんつうの、おーやるじゃんみたいな、すげえじゃん一本取ったっていうギャグでもあるの。うん、だからこういうリアル荒野行動だよねあれ。っていうのと爆音よしおが部屋を間違えてるっていう2つのギャグがこう重なってて面白いんだよ。だからチームジョーズのリーダー健在だよ。まあ面白いよな。そうそうそう。完全に荒野行動にしか見えないもんね。そうそう、面白いよね。部屋を間違えてずっとずっと出てこいよーとか言ってんのが面白かった。まあ、あんなん笑うよな。あんなん笑うでしょ。これでしょ？これでしょ？聞いてみようか。これでしょ？出てこいよ。人の家ガンガンやってんの。アホだよ。こんなん笑うよね。コントでしょ。最初の口元口に出してやってたんだろ。なあ、悪党って。こんなん笑うよね。もうキルゾーンでしょ、キルゾーンで狙ってるのよ。でも音が出るの気をつけてんのよ、ガラガラのタイミング測ってる。ガラガラも逃げれで有名なんだろ、早く出てこいよ。ほら何回も見れるよね、これ。車もあんだろ、分かってんだ家に。なあ、立ち往生してね、早く出てこいよ。いつまで老後してんだよ。なあ、やからかお前は。面白いね、ネットの中じゃ何も言えねえのか。仲間みたいにクマスプレー早く出せよ。ああ、食らってっから早く。ほら出てこい出てこい。暗殺対象とかね。車あるからいるんだよ。かっこいいよな、ここまで来てやってんのに。これは面白いよね。ほら、ピンポンもねえからドアゴンゴンやるしかねえだろ。早く出てこいよ。留守だよ、車あるんだから。部屋が違うわ。ポストしかない。何年になった。どこ、鮫島さんが自撮りしながらやってんのよ。二人でいるんだろ、ほら。鮫ちゃん、鮫ちゃん。部屋違う。後ろが相手にしに来てあげたよ、鮫ちゃん。部屋違うんだ。その車椅子なんか、怪我してる。持ってしょうがないでしょ。面白いよ。やってしまったというか、立ち往生ね、家に籠城されてたらどうにもなんないよね。このままドアぶっ壊してピッタッ。行ったっつって。これは面白いよね。何回見ても最高傑作でしょ、これコントでしょ。この動画いいよ。いや、いい仕事したよ爆音よしよ。
これは語り継がれるよね絶対ね。いやこれは面白い、これは誰が見ても笑うもん、大好きだよねこれ、面白いよね。すごいよ、いいねボタン692だもん、再生回数18900。面白いこれ。鮫島さんナイスだよね、何回見ても笑う。これはシチュエーションができすぎてる。いやこれがヘッドショットってやつね、うん、ナイスキエルってもう叫ばれるやつね、うん、いや面白い。アサルトライフルでダダダダってやらないところがいいじゃん。ワンキルスこうスパーンって撃ってこう隠れるの。しかも鮫島さんうまいのがさ、パンって撃った後隠れてるんでしょ。あれがうまいんだよ。要はどっから飛んできたかわかんないから。うん、だからもうあのスナイパータイプなのね。あのタイプ的に言うと。スナイパーつうか、まあ白兵戦も得意なんだけど、あの要は潜んで遠くから狙うのとか、要は卑怯のやつほど強いわけじゃん。あのサバゲーだと赤本人だよ、鮫島さんの赤だよ、うん、あの今ね小手半変わってない、サメちゃんになる。俺のツイッターから飛べるよ、リツイートしてあるから、うん、俺のツイッターから飛べる、うん、いやー面白いよな、こんな面白い動画なかなか見ないよね、うん、なかなか見ないよ、近年まれに見る面白い動画だよね。あこの後外に行って撃ちまくるんだ、でマウント取られるんだ。それも見たいんだけどね。いや鮫島さんは面白いよやっぱ、これをツイッターで動画で撮るっていうところがセンスだよね。どうやって持ってたんだろう、こうやってやってたのかな、スマホでこうかな、結構難しかったと思うよ、スマホで撮りながら動画撮りながらこうやってやってたはずだから、うん、そうそう、もうスナイパーだから、スナイパー鮫島だから。でもね実はね、あの体が小さい方がいいんだよ、あのなんでかっていうと的が小さいから、あの強いんだよ、強い条件なの、的が小さければ小さいほど当たらないから。結構サバゲー面白いよ、あの女の人とかもハマると思うよ、ストレス発散に超なる、みんな痛い痛いって言いながら叫んで楽しんでるよ、サバゲーとか行くと。女の人どれくらいだろう、人口3割ぐらいかな、男の人7ぐらいで、男の人は大体もう機材自慢だね。もうテーブルの上にバーって拳銃並べんのよ、でどこどこのどこどこのっつってるけど、女の子は機材自慢、レンタルばっかりだからしないね。男はもうコレクション自慢ですよ。俺はね P90 とベレッタっていうのを使ってる、イタリアの銃だね。だからイタリアの銃にメインウェポンが P90 ってやつなんだけど、見る P90 機材自慢いい、俺の銃かっこいいよ、 P90 渋いよ。スウェーデンの部隊が使ってんだっけな、なんだっけ、なんかあーこん中に埋もれてるわ、こん中に埋もれてる、俺のメインはこれ、かっこいいでしょ、俺のメインはこいつです、これね、あ短くなってんのか、俺のメインこいつね、これいいでしょ、うん、こいつ広角機動隊みたいでしょ、広角機動隊の草薙元子が戦車を倒す時の拳銃はこれがモデルになってんの、広角機動隊リスペクトだから、かっこいいでしょ、
で、マガジンがこれ。これを入れ替えると何十発入るっていう。だからこれもサブマガジンとかこういう練習とかしてすぐ取り替えられるように、こうやってで音がしないようにとか、うん、だからこう歩きながらもうこうこういく感じだよ。ジャムりやすいのは改良されてない。すぐジャムるね。で、サブウェポンがこの中にあるから、ちょっと今見せらんないかな。ぐっちゃぐちゃだから。うん。赤外線もつけられるし、いいよ。うん、かっこいいでしょ。まあ、こういう機材自慢が男の人はこんなんばっかり。とか渋いねとか、ダダ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 って連射できるやつ、サブマシンガン。はい、ワドツー、カズヤさんいらっしゃい。延長するんで、アイテム、あ、そっか。これをしないと意味ないのか。アイテム、もしよかったらよろしくお願いします。アイテム、花火お願いします。サメ島はゾンビとか平気でやりそう。あ、ゾンビとかやらないね。やらないやらない。あ、ゾンビっていうのは、サバ系の専門用語で、要は撃たれてヒットしてるのに、相馬ゲーム続行する人のこと。要は、撃たれましたっていう風に言わないといけないの。撃たれた方は、こう、退場するのね。要は死んだっていうことだから。だけど、何回も撃たれてもずっとゲームを続ける人のことをゾンビっていうの。ゾンビ行為っていうの。要は、サバゲーの会場の中で禁止されてる行為の。それをゾンビ行為。うん。そう。要は、あいつ撃たれたよな、みたいな。なんであいつゲーム参加してんのみたいな。要はルール違反なの。マナー違反というか。ありがとう、アイテムありがとう。数円でも助かるよ。チルも積もればだよ。ありがとう。6663円ゲット、ありがとうございます。25万に近づいていくね。ありがとうございます。要はそうそう、嵐嵐ヒロさんいいね、ありがとう。ヒロさんいいね、ありがとう。6672円ゲット、ありがとうございます。ありがとう。あ、でもなんかオウム真理教の話とかもしたいなとか思ってたんだよね。オウム真理教の、なんでその高学歴の人たちが騙されていったのかっていう。あ、もちろんもちろん、ショートムービーとかも使うし、配信でも機材として使うし、もちろん使いますよ。使い倒します。通常のね、YouTube のアップも今後やっていこうと思うんで、もしよかったらぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。戦場なら吉尾はサメちゃんに射殺されたことを十字架にして生きていけ。いや、あれは戦場だったら爆音吉尾はもう生きてない。うん。戦場だったら生きてない。聞きたいです。何を聞きたいんですか？うん。頭がいい人、洗脳しやすい。あ、オウム真理教の話ね。オウム真理教と仏教っていうタイトルで次枠枠取り直す。オウム真理教が何を言ってたのかとか、その
仏教の話とかする？全然話すけど。枠取り直す？タイトル。なんで高学歴のね、人たち。まあまあ、今このままでもいいかもしんないけど、朝原に宗教的な才能があったことは間違いないんだよ。で、あれはよく言われてる密教なんだよ。ああ、ありがとう。アイテムありがとう。深すぎて怖いっていうかね、あれはね、まさに日本の暗部なんだよね。日本の闇そのものなんだよ。だからね、ちゃんと研究対象として研究した方が良かったと俺は思ってるんだよな。例えばなんだろうな。っていうかね、仏教の論理としては未熟だったの。仏教をちゃんと勉強した人からすると、朝原が言ってることってめちゃくちゃなのね。例えば、まず、仏教をベースに作ってたんだよ。で、仏教っていうのは2種類あるの。仏教を大きく分けると2種類ある。その2つって何か分かるかな？大乗仏教と小乗仏教っていうのがあるんだよ。まあ一回枠取り直そうか、せっかくだから。じゃあ一回枠取り直します。お疲れ様です。次枠行きます。